い、それでは今回はですね、ついに来ましたブライダルガシャ、ウェディングガシャかな、やっていこうと思います。今回ね、兄が、あれかな、イベントキャラとして参戦かな。はい、で、プラスで、ルーティーとエレノアと、あと琥珀かな、はい、3人が可愛い、ウェディング衣装を着てね、登場しておりますので、私の中ではね、エレノアかな、エレノア狙いでいきたいところでございますね。でもね、誰が出ても嬉しい。やっぱりなんかさ、魔境が出る瞬間って嬉しいですよね。ということでね、今回は、ダイヤで10連、プラス、優勝の、石で30連かな、やっていこうかなと思います。ということで、行きましょう。早速、じゃあ、ダイヤで引きますよ、まずは。はい、お願いします。できるだけね、塔で使えるキャラ増やしたいですもんね。で、あー、ちょっと待って、金が一つだけなんだか。はい、もうエレナーね、割ともう武器とかも揃ってムキムキな状態なんですよ。だからさらに強くしたいなっていうのもあるんですけれども。お、アニーちゃんめっちゃ可愛いよね。声が矢島亜希子さんですっけ、元クレヨンしんちゃんの声の人ですよね。もともとはなんか可愛い女の子の声を担当されてた方みたいなんですけれどもね、やっぱりクレヨンしんちゃんの印象が強い。ちょっと間違ってたらごめんなさいね。おお、あとなんかルーティーもいいよね。声優さんが最近変わったのかな、前の方が引退されて新しい方が担当をね、今回から始められたらしいんですけれども、確かアン・ハサウェイの声をやっている方だったような気がします。私好きなんですよね、その人の声。だから嬉しい。プラダを着た悪魔とかね、好きなので、アン・ハサウェイも可愛くて好きなんですよ。なんかこれはちょっと外れだな、外れそう、割れなさそう。ピシって、ひび入らない。まあまあ、ジャブですよ、こんなの。はい。ですよねー。じゃあ最後の金枠誰だ。まあ。お、アニーちゃんの武器。よし。じゃあここからが本番ですね。じゃあ行きますよ、石で引きます。7780個あるのでお願いします。誰か魔境が欲しい。よし、まあね、競争以上は確定なんでね、あとはどれぐらい出るかって話なんで、ね、もう競争2か。はいなかなかに。お、これは？お、ルーティーか。ルーティーもさ、ストーリーでね、最初の頃から仲間になるキャラなんですけれども、私全然いい装備持ってないので、これを機にね、なんか揃えられればいいなって思うんですけれども。なんかさ、基本的に星さんの武器売っちゃうんですけど、皆さんどうしてますか？割れないね。なかなか、割れる演出好きなんですけれど、私。星さん武器はさ、なんか、プリズムだっけに変えちゃえって言って変えちゃうんですけど。お願い。ルーティーはあれなんだね。探検とレイピアなんですか？かな？あ、お、割れで、おお、金武器か。星4武器、兄ちゃん。いけばな、エレナ来てほしいんだけどな。おお、かわいい。お、今回の競争だね。それで加入か。はい。皆さんの助けになります。なりたいんです。かわいい。あ、色っぽいよね、この子。やん、かわいい、この子も。琥珀はなんだっけ、ハーツ。協力するよ。かわいい。うん、まあでもね、競争一つゲットしたから、よしとしましょう。さあ行きますよ。お願いします。魔境が欲しい。お、2つ来た。
誰だ。そう、魔境だとこう、ね、虹色の玉になるんですよ。これ見るとワクワクしちゃいますね。誰のだろうって。ドキドキ。お、割れて。お、星音ありがとうございます。おー、なんかめっちゃ武器出てくれんな、アニーちゃんの。ムンさん的にはね、なんかエリーゼのウェディングとかすごい期待してるんですけれども、エリーゼリター好きだから。エステルはね、もう過去に来てるんですよね。エステル、私は魔境持ってますよ。エステルのウェディングあれも可愛いよね。あ、割れて。お、競争だ。ありがとうございます。おー、アニーちゃん突ができますね。ありがたや。あ、こう割れると嬉しい。はい、競争ありがとうございます。さあ、残りは魔境2つ。誰だろう。誰だ。少しだけど分かったような気がします。ん、あ、命に不安がない。ありがとうございます。おー、いただきました。やったお、今回の魔境だよね。来た来た来た。そう、今回ね、ウェディングの魔境が出るとこのね、専用コスチュームも一緒についてくるっていう。早速着せちゃうよね。次は、これからもずっと一緒だよ。琥珀かな。あ、来た。あ、かわいい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 。おー、琥珀もウェディング衣装ゲット、ありがとうございます。ちょっと、なんかないかな。ちょっとまたダイヤ貯めて引くしかないかな。まあ、引きますけど、30連するって言ったからね。じゃ、いきます。お願いします。お願い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 。おおおー、ちょっと待って。まあでもこれは割れる前提だよな。おお、皆さんお気に入りのキャラとかだと4凸目指すんですかね。魔境どうなんだろう。私もなんか1枚出たらいいかなって感じなんだけど、なんかエリーゼとかリタとかおっさんとかルークだったらちょっと頑張っちゃう気持ちわかるなって思うけどね。お気に入りのキャラは強くしたいもんな。フルーティーのね、魔境の絵もすごく素敵なんですよね。旦那さんがスタンだっけね。スタンがお姫様抱っこしてるっていう、これ多分なんか原作やった人感動ものだったんじゃないですかね。ディスティニーだっけ。ハードがあればやりたいところですけれどもね。ちょっとテイルズシリーズは勉強中ですね。いろいろプレイしたの本当はアビスとベスペリアぐらいしかないので。お、で、なんか明日明後日がテイフェスだっけ、お祭りがあるんですよね。あー、ちょっともうせっかくの優勝ガチャなのに。お、割れて割れて。お、競争。あ、エレノーだ。やった。あ、競争嬉しい。かわいい。あー、かわいいなー。あー、競争1枚だけかー。いやー、でもエレナーマキは出なかったんですけれども、競争が出たからよしにしましょう。ちょっと見ます。かわいい。おー、これはちょっと強化して使わないとな。ちょっとあれですか。あ、そうだ、ガシャチケットがあるからガシャチケット引きましょうかね。さて、チケットがついてきたので引いてしまいましょう。3回いきます。ロード走んなかったか、持ってるやつかな。飛ばそう。あ、うん、持ってるやつだね。これは、うむむ。お、うん、あ、ありがたやだな。
いやでも魔境三昧はありがたい。いやでもね、優勝だったからな、どうなんでしょう。まあでもね、来てくれたから感謝でございますね。じゃあ早速ちょっと装備をつけていきましょうか。そうだ、エデの全力で任務に当たります。お任せください。かわいい。いや欲しかったな。そう、今ねサブ魔境がこの配布のやつなんですよね。だから今回のね魔境つけてさらにムキムキにしたかったんですけれども、お、じゃあここが星さんの武器から競争に変えられるな。ちょっと変えましょうか。強化とかは裏でやっておきます。かわいい。であとはアニーか。頑張りましょう。冷たい雨ばかりではありませんよ。かわいい。どうせだったらちょっとプロフィールみたいな、初めての子だから。リバースの子なんだね。あ、そうだ、レベル上げないと見れないんだ。そう、矢島明子さん、やっぱそうだよね、クレヨンしんちゃんの人だよね。今日も頑張りましょう。でさてさて、じゃあつけていきましょうか。これとあとはこれとライフマテリア、どういう攻撃するんだろうな。今しめの一撃。ほー、回復技とか覚えてたりする。あ、回復技ありますね、助かるな。ヒーラーキャラ助かりますよね。あとはよいしょ、よし、こんな感じですかね。あ、キャラカスタム、これも変えておきましょうか。あ、かわいい、かわいい、かわいい。やっぱウェディングドレスは純白だよな。よし、レイグさんは冷静。じゃあ、あとはあとルーティーは出なかったな。ちょ、出なかったからちょっと飛ばしましょうか。あと魔境ガチャは琥珀だよね。琥珀ちゃん、琥珀ちゃんも、琥珀ちゃんハーツの方ですね。おお、アルミンの人か、声。へえ、よし、これと琥珀も出ましたね。競争がありがたい。よし、なんかね、あともうちょっとで石が2000個になるから、もしかしたらまた引くかもな、裏で。ええの、諦められなくって。よし、じゃあ、あとはキャラカスタム。じゃあ今日は琥珀のウェディング画面でバイバイしましょうか。あ、これもそうだ、テイフェスでね、今ねこう武器のやつ配ってるんですよね。かわいい。耳丈もいいな、ほんと若い子だからできるって感じだよね。おお、かわいい。もっと強くならなくちゃ。よし、ということで、じゃあ今回はねここで終わりにしておこうと思います。いや、次回のガシャは引くかどうかわかんないんですけども、まあキャラによってはね頑張るかなと思いますので、ね、ぜひお楽しみにしていてください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。